怖い顔日本一大石徹。怖い顔に似合わずその繊細かつ華麗なテクニックはジャパントップクラス。今年で5年連続のジャパングランプリ出場回数もジャパンでトップ。さらに判定決着率 85% は K-1 界でもダントツのトップ。勝利への執念が生んだ記録。相手が前に立ってるのにそいつを倒すためにリング上がってるのになんで倒さずにリングを降りるの。大石を堂々と批判するのはブンブン丸藤本裕介。グローブは相手を倒すためにつけるもの、迷わずブンブン振り回す。しかし電池が切れたら万事休す。ズバリ判定なら大石、KO なら藤本。3分3ラウンドの第2ラウンドに入っています。決勝トーナメント1回戦の第2試合、画面左青いグローブが藤本裕介、そして画面手前になりました赤いグローブが大石徹。さあ序盤から打ち合ってくる、ベンベン丸が振り回してくる。右青いグローブが藤本です。ベンベン丸強烈な左右のフックがあります。おっとスピンキック。関根さん、実はこの藤本はブンブンキックというのも用意をしていると話していたんですよ。怖い試合ですね。もうどちらかが当たれば倒れそうな雰囲気ですよね、はい、おー今入りましたよ、はい、やっぱもう大井選手打たれ強いですね、はい、右入った、いいパンチ入ってると思いますよ、はい、大井選手ハート強いですね。気持ちで勝ってますね。大石自身は体を引っ張るのは心なんですとそう話していました。今まさに記録が充実しています。いくら練習をしても疲れないと話した右赤いグローブの大石。田辺さん、はい、大石陣営は、ね、組んで膝を狙ってますね。組んで膝で、はい、それを軸にしていくという指示です。はい、館長この指示はどうでしょう。いいと思いますね、はい、もともと藤本選手スタミナがある選手じゃないんで、組んでボディへ膝を打っていくとスタミナ切れしちゃうんですね、はい、そこで攻めていくパターンだと思います、はい、もうスタミナ切れしてもうぼちぼち藤本選手してきてます。そうですか、それはどのあたりを見れば分かりますか。もうしんどそうな顔してますもんね。表情ですね、はい、今吉田さんちょっと笑みがこぼれましたが、右藤本ですけどどうでしょう、スタミナ面は。そうですね、もうやっぱり疲れてるような感じですよね。ニュートラルコーナーに追い詰めた、組んで膝、組んで膝、そのセコンドの指示通り大石徹が組んでた膝。田辺さん、はい、藤本陣営からはね、左のミドルをもっと使うようにという指示が出ましたね。もうねミドル蹴れないと思うんですよ。あ、そうですか。疲れちゃってて、第2ラウンドも2分が経過しました。立ち上がりから文字通りブンブンと左右のフックを振り回してきました藤本裕介。やや疲れが見えているか。こうなると館長、ここまでの試合のペースは大石徹と見ていいんでしょうか。ここからは大石選手です。あ、そうですか、間違いなく大石選手、その大石は記録の充実、いくら練習しても疲れを感じないと話していましたが、吉田さん、こういうことってあるんですか。やっぱりありますね。やっぱ自分の気持ちが乗ってるとですね、練習いくらやっても疲れない、はい、でもそういう時にあんまりオーバーフォークになっちゃう時もやっぱあるんですよね。そうですね、このあたりおそらくきっちりと調整してこの K-1 ジャパングランプリ決勝トーナメントに臨んできた画面右の赤いグローブ大石徹。さあ第2ラウンドも10秒を切りました。やや疲れが見えてきたか、左青いグローブの藤本、ブンブン振り回してきた突きがこのあたりで回ってきたか。第2ラウンド終了です。スタミナ切れですね。第3ラウンドのゴングを聞きました。さあ藤本がややスタミナ切れを起こしています。画面左青いグローブ、館長、ここ藤本はどうしたらいいですか。本当はねミドルとかローキックをコンビネーションで打っていけばいいんですけど、はい、このミドルですね、すごく強いんですよ、はい、ただこうやって見てましても単発でしか出てないですね。そうなんですよね、はい、田辺さん、はい、大石陣営はね、顎を引いて声を出せ、気合だという指示ですね。はい、吉田さん、これはもう第一試合同様、ここからはもう気持ちと気持ちですね。そうですね、はい、本当きつくなった時にいかに自分が耐えられるかですね、本当気持ちだと思いますね。関根さん、はい、判定キングと言われている大石ですが、ここは倒しておきたいですね。そうですね、やはりイメージをね、一新するためにもね、はい、
さあスタミナ切れを起こしてきている青いグローブ藤本ですが、最後の力を振り絞ってそれでも自分のスタイルを貫いていきます。さあミドボディが入った、大石も返す、声を出した、入ってますけどね、はい、パンチね、まあ、浅いですね、セコンド、はい、疲れてきて藤本選手のパンチが手打ちになってるんですね、ですから決定的なダメージを与えるパンチにはなってないんですね、はい、後半がですからこう振り回してきて当たったように見えてもダメージ自体はあまりないということでしょうか。カウンターが入った、藤本のカウンターが入った、左のブンブンサックが炸裂、藤本の左のフックが炸裂しました。さあ2ノックダウンシステム、あと1回のダウンダッシュ、初めてですね、倒れたのはこれ大石選手が、そのくらいやっぱ破壊力あるんですね。ものすごいブンブンキックが飛び出しました。ハイキック出ると思う。ただいまの試合3ラウンド1分47秒、本当わからない選手ですよね、藤本選手は。吉田さん、ブンブンキックが出ましたね、最後に。あれがブンブンキックですか、聞きましたね、はい、これは館長、新たな境地を開いたと言ってもいいんではないでしょうか。そうですね、ここは頑張りました、この返しですね、フックが、はい、思い切り振り回してますから。関根さん、これで準決勝は中迫と藤本ということになりましたが、どうでしょう。面白い試合になりますね、楽しみですね。館長、見どころはどんなところになりますか。いやー、どうですかね、もう1ラウンド藤本選手勝負かけに行くでしょうね、当たればいっちゃいますね、はい、中迫選手も。第3ラウンド見事な逆転 KO 勝利、藤本雄介ブンブン丸、準決勝第1試合で中迫と対戦します。